ホーム転車台都市1 1 9 0新金谷駅は、静岡県島田市金谷東2丁目にある大井川鉄道大井川本線の駅である。島式一面二線のホームを持つ。ホームにアナウンスの装置はなく、列車の到着時には駅員が乗客を誘導する。当駅には側線、電流線があり、使用しない機関車や客車などが留置されている。 駅構内には蒸気機関車を含む大井川本線の車両の整備を行っている新金谷車両区が併設されている。ここが SL の実質的な発着場所であり、SL 出発式が行われ、運用を終えた SL はここへ戻ってくる。過去に存在した転車台は1970年9月28日に撤去されたため、SL の方向転換ができない状態となり、 長い間戦闘発の SL は原則的に客機で客車を牽引していた。しかし、転車台を再設置することが2010年11月に決定され、2011年6月頃に工事を開始、同年10月7日に使用を開始した。島田市の観光政策の一環でもあった。車両国市側、SL の留置場北側に設置され、 通常は電動だが手押しで動かすことも可能である。また当駅の金谷駅側の外れ、新金谷車両区の脇から南東方向に分かれて伸びる側線がある。終端部に廃車となった車両や貨車が留置されているが、廃車となった車両の解体作業や、車両の搬入、搬出、資材の積み込みにも使われている。 挟む形となっている大井川の支流から大城川側線と通称されている。駅舎は大井川鉄道の本社事務所となっている。また駅舎内には喫茶店ディスイズカフェ新カナヤ駅店が営業している。2018年11月2日の官報号外第242号文化財を登録文化財に登録する件により、駅舎が 登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。